第12レースチャリロト杯 G2 浜松記念ひくまの賞優勝戦の発走でございます。一番人気は鈴木圭一郎。場内拍手が起こっています。スタートまで5秒を切ります。3秒前、 G2 浜松記念ひくまの賞初代タイトルは誰だ。スタートしましたが赤ランプ、優勝戦1度目のスタートは赤ランプが灯りました。不適正発走が出ています。5番車のフライングのため再発走といたします。青ランプ点滅が始まりました。スタートまでは10秒を切りました。スタート5秒前、3秒前です。12レース G2 優勝戦スタートしました。5番の浦田スタート切れません。内枠勢1番岩品、そして2番の中村智和スタートを決めていけたが、いや3番の別府慶吾がトップスタート、6番二村が乗っていきました。8番鈴木圭一郎がその外から行く。3コーナー鈴木圭一郎がもう2番手だ。3番手に6番二村、内が1番岩品、7番金子は5番手です。その後2番の中村、5番の浦田、4番の金ヶ江が最後方です。トップスタートを決めた3番の別府慶吾、ただ後ろにナンバーワン鈴木圭一郎が勝負に蹴りをつけようとしてきています。そこに対してどう抵抗するか3番の別府慶吾。鈴木圭一郎は切り返しの体勢か、ここは抑えていきます。3番別府、鈴木圭一郎2番手。レースは3周目、8周回戦まだまだ序盤戦です。3番手に7番の金子が車を進めてきています。ここから金子の追い上げがあるでしょうか。3番別府わずかに先頭、2番手は鈴木圭一郎、3番手が7番金子、4番手が6番二村。切り返した鈴木圭一郎、ここで捉えていく。3番の別府を捉えました。鈴木圭一郎先頭に上がっています。3番手7番の金子、その後が6番の二村です。金子は3番別府のインコース早く入って鈴木圭一郎に対して挑戦状をここ叩きつけたいところですが、残りは4周回です。レース後半戦、鈴木圭一郎が先頭、さばかれましたが食らいつく3番の別府慶吾、3番手7番の金子です。4人目、4番手以降は少し離れています。じわじわとナンバーワン鈴木圭一郎リードを広げてきています。別府はやや一杯か、7番の金子がインから入ってここで2番手に浮上しました。残り3周あります。金子、鈴木圭一郎に対して差を縮めることができるか。いや、ここで突き放した鈴木圭一郎、リードをぐんと広げました。7番金子2番手、3番手3番別府、6番二村、その後4番手。残りは2周の終盤戦です。鈴木圭一郎が十分なリードを取っています。金子2番手、別府3番手。鈴木圭一郎、今回はグランプリ以来の復帰戦でした。初日こそ3着でしたが、その後は3連勝。ファンのみんなの不安を払拭するような走りです。4コーナー立ち上がって残りは1周、青旗振られてファイナルラップ。今季からはナンバーワンにも返り咲きました。そのナンバーワンにたがわぬ走りです。2番手7番金子、3番手は3番別府、6番二村は4番手。最終コーナーです。1ヶ月半の休みはこの男をさらに進化させるスパイスになったようです。鈴木圭一郎、初代タイトル獲得です。2連単8番7番250円、1番人気2連複7と8の組220円、1番人気3連単8番7番3番で1290円、4番人気3連複3、7、8の組み合わせ770円、3番人気